今回ですけども、新食感わらびウィロー、こちらのウィローを食べてみようと思います。名古屋のセントレアで購入したんですけども、中部国際空港、ここの空港行った時に何か美味しそうなものないかなということで見ていたら、ちょうどですね、美味しそうなものを発見したので購入です。まあ、わらび餅も好きですし、ウィローも好きだということで、どのような味か気になり購入です。今まで一度も食べたことなくて、初めてこちらのわらびウィローを見たので、どんな感じの、この新食感って書いてますので、多分プルッとした感じでありながら、ウィローならではのある程度しっとりもっちりとした感じの食感なのかなと思うんですけれども、どのような雰囲気になっているか楽しみです。箱の雰囲気ですけれども、このような感じになっていて、名古屋限定というふうに書いています。はい、もち文総本店っていうところのものなんでしょうか。はい、こういう具合の箱のデザインになっています。原材料ですけれども、わらびウィーローのところに一番最初に砂糖来てますね。砂糖がたっぷり入った甘いタイプのものになっているのかなと思いますけれども、その次にわらびでんぷん、トレハロース、グリシン、乳化剤ですね。こんな感じの原料になっているようです。あと黒糖が入っていて、黒蜜ですか。黒蜜、きな粉が入っているという具合です。内容量に関しては、わらびウイローが5個、あと黒蜜が1個 20g、そしてきな粉が 7g 入っているという具合になっています。製造者が株式会社もち文総本店、名古屋の会社のようですね。蓋を開けてみると、このようにですね、美味しい召し上がり方書いています。こんな感じで袋に入っているみたいなんですけれども、黒蜜ときな粉をつけて食べるということです。そして冷蔵庫に1時間ぐらい冷やして食べると美味しいということですけども、今これ常温で保存してて、まあ常温ならではのもっちりとした感じで、今のところ1回食べてみようと思うんですけれども、その後、冷やして食べてみようかなと思います。はい、冷やしてもこうもっちりとした食感が損なわれずに、みずみずしい美味しさを食べれるということですので、まあ、冷やした方が多分美味しいのかなと思うんですけども、今冷やしてなかったので、ここ冷やすの知りませんでしたので、冷やしてなくてそのまま食べるという感じになります。それでは中に入っているものですけれども、黒蜜がこういう具合で入っていて、きな粉はこんな風に入っています。まあ、きな粉をカットするとそのままもう使い切りみたいな感じになると思うので、はい、後で冷やして食べる分は、まあちょっとですね、このチャック付きの袋に入れてしまっておけば、まあ大丈夫かなと思うので、はい、こんな感じで一応入ってます。で、中に入っているウィーローですけれども、こういう包みに入っていて、1個ずつくるまっています。触った感じですけども、もうこの時点で結構プルプルってした柔らかい感じ、そういうのが分かります。こんな感じで入っています。横から見てみるとこのような感じです。それでは開けてみようと思います。それでは開けてみるとこういう感じですね。で、こう触ってみると分かると思うんですけれども、かなりプルプルとした感じで美味しそうです。きな粉と黒蜜かけていこうと思います。それでは一気に食べていこうと思います。
まとめて一気に食べていこうかなと思ったんですけども、くっついていて一回で一口でいくのちょっと難しかったので少しかじってみました。食感ですけども、このプルプル食感、これものすごくいいですね。柔らかくてプルッとした感じでありながらもっちりとした食感もあって、これすごく美味しいです。で、黒蜜の濃厚な風味ときな粉の香ばしい風味、これが混ざり合わさって最高ですね。うん、とても美味しいです。こういう具合です。黒蜜結構たっぷりつけた方が美味しいかなっていう感じありますので、わらび餅好きな方にはかなり気に入るんではないかなと思いますので、このわらびウイロー、名古屋行った時セントレアで購入できますので、空港行った時にぜひ購入してみてください。すごく美味しいのでおすすめです。お土産なんかにもいいと思います。持ち運びもしやすいですし、コンパクトなこの感じなのでそれほどかさばらなくていいと思います。はい、美味しかったです。